問題なければ、はい、やりますけど、まず挨拶から。はい、どうもこんにちは、底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。この時間僕はちょっと寝不足で、朝寝ちゃったんで、まあその時間ずれたということで、ペルソナの作業枠ということでレベル上げやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、でまあ早速始めましょうって言いたいところなんですが、その前にちょっと一つだけお断りしておきたいんですが、ちょっとペルソナの配信中にちょっとなんかやばい情報が入って、なんかちょっと我が家に急になんかガサ入れっていうか、ちょっとね、危ない組織がなんかちょっとガサ入れに来るかもしれないんで、万が一そうなった時はちょっと僕がちょっと隠れなきゃいけないんで、ちょっとマイクオフにするかもしれませんが、あらかじめ、はい、ご了承ください。はい、いちこめさんいらっしゃいませ。はい。わこ、夜大丈夫なん？生爪さんいらっしゃい。なんとかね、スパロボまでは起きていたいですよね。うん。そのつもりで やりますね。一応夜がメインですからね。はい。まあそういうわけなんで、ちょっと配信中ちょっとマイク切るかもしれませんが、あらかじめご了承ください。その決してね、宅配便が我が家に届くからちょっとね、声が漏れるのが怖いからマイクを切るとか、そういう事情じゃないんで。誤解されないようによろしくお願いします。ねえ、いや悪いことしてないんですけど、ね、向こうは僕が悪いことしたと思い込んでるのか、そんな感じですかね。うん、まあとりあえずこの時間はレベル上げだけをやりますんで、うん、そういえば帝王悪い子だったん？悪い子じゃないですよ。はあ、どっかにいい男いないかな。うん、さあ、お仕事お仕事。みんな無事？ドリドレ、先生にちょっと見せてごらん。うん、でね、ちょっと気になることが一つだけあるんですけど、うん、ちょっといいですかね、クリアした塔って、どうなるんですか？もう入れないんですかね。弁当女、わら。なんかちょっと気にね、クリアしてから攻略情報ちょっと見てみたらね、なんか最後のフロアでなんか取り逃しみたいなのがあったらしいっていう情報もありましたし、あとエンディング攻略するためのその鏡の破片ってやつですか、なんかそれもなんかもしかしたら僕取り逃したんじゃないかって、なんかそんな情報があるんですけどね、それだとどうなっちゃうんでしょうね、これ。ね、確か。この二人がね、素敵な夢を見てね、自分の素直な気持ちに気づいたの。これから正しくについていくわ。完全にもう出れてるじゃないですか。二人が同じ時間に同じ夢を見るってことってあるんだね。これは偶然じゃない。二人は結ばれる運命だったんだ。ね、ちょっとこれどうなんですかね、これもう入れない？下打ちすんな予定よ。いや、下打ちじゃないです。これどうなんですか、なんか、攻略されてみたら、この二人からもなんか鏡の破片。まず自家発電でもしてから始めなよ。なんですか、いきなり。レベル上げすると、サイコ先生がバッドエンド方向になるんじゃ。キュウコムさんいらっしゃい。多分それはあれでしょ、この塔の中で時間切れになったらバッドエンドになるってことですね、っていうか。だからね、悪魔の山ってとこだったらね、レベル、時間関係なくレベル上げできるらしいんで、やりたいんですけど、ただ、これ、なんか、ちょっとやらかしたんじゃないですかね。もう塔入れないってことは、これ、ね、なんか、本当はなんかそのね、このね、メガテンはやったことあるけど、はい、ペルソナはやったことない。面白い？マサさんどうもいらっしゃい。どうですかね。面白い面白くない。まあ人のね、個人っていうか千差万別でしょうからあれでしょうけど。まあちょっと、このゲーム配信にはあんまり向いてないかなって、そんな気はします。うん、いや、これまずいんじゃない？そしたら。この二人に遠出会ってないだと。いや、あったんですけど、本当はだからね、夢の世界で目覚ましてから会うと、なんかその鏡の破片もらえるんですよね。だから僕会わずにね、そのまま攻略しちゃったから、
これまずいんじゃないですか、ね、ペルソナは人メインだからやりやすいって人もいる、うん、帝王派ドラクエ語してる時が生き生きしてる。そうですかね、つねってないとダメ、うん、いや、つねったんですよ。はい、赤木しげさんいらっしゃい。つねったんですけど、つねって本当はそこのね、塔で話しないと、だから鏡の破片もらえないんですよね。だからもうもらえないんですね、これだからもしかしたらこれやらかしちゃったってことですかね、もう攻略しちゃったからそういうことですかね、これそうだとしたらこれまずいってことですか余分にあるんじゃないの余分に、いやでもね、だからね、あの塔のボスから倒してもらってどうですかね、ね、鏡の破片、うん、ね、1個しかないんですよね、うん、ね、だから本当はその2人っていうんですかね、あの今の玉木ちゃんらと、あとね、校長教頭の方から1個ずつもらえるって情報がなんかあるんですけど、これもうクリアしちゃ取れないってことですか。だから僕やらかしちゃったってことですかね、もしかして。そう考えるとこれとんでもないことになっちゃうんですけど、誰か詳しい人いないですかね。この状態だとね、もしかしたらバッドエンディングになっちゃうんだったらね、これでレベル上げしてもしょうがないってことになっちゃいますけど、誰か詳しい人いませんかね。まずいかな。ね、もうクリアしたから調べても入れないんですよね。うん、これはまずいんですかね、もしかして。これだと本当にね、レベル上げしても何の意味もないっていうか、しようね、未攻略の塔だったらね、この蝶々がいてね、扉入って進めるんですけど、いやこれまずったかな本当に。そうなっちゃうとちょっとどうしたものか。したね、今ここでレベル上げしても非常に無駄というかトロに終わっちゃうってことですよね。どうしたもんでしょうか。
ウィキのバグ情報に書いてないから大丈夫なんじゃない？え、大丈夫なんですか？だってもらってないですよ。でもどの塔を攻略した状態で鏡が1？17個目さんいらっしゃい。あの一番簡単なあのヒュプノスの塔ですか？ね、あれのね、ヒュプノス倒して一応ね、1個もらった状態なんですけど、本当はだから塔をね、攻略する前にね、その鏡の世界でね、あの鏡じゃない、夢の世界であのね、うん、校長とかね、たまりちゃんのね、つねって起こして、さらにそこからその塔の中で鏡の破片を取らないと。教頭とたまきちゃんからかけら取った？それを取ってないんです。取らずにクリアしてたんです。まだ挽回できるね。え、挽回できます？挽回って、え、後で手に入るってことですか？挽回ってのはどうなんですかね。大丈夫なんですか？問題ないってことですか？それはもう取れないけど、他の塔で間に合う。間に合うんですか？そのグッドエンディング行くのにも問題ないんですか？それでいいならね、まあ大丈夫ってことでね、安心してレベル上げできるんですけど。大丈夫ってことでいいんですね。じゃあその言葉を信じて、じゃあレベル上げやりましょう。でも挽回できるってことはもう取りこぼしはできないってことですよね。もう今後はたとえどんな、大丈夫かな、怖いな。あと2枚くらいなら落として大丈夫そう。あと2枚ってのは今取りこぼした状態でさらに2枚取りこぼしても大丈夫って認識でいいのかな。なんとも言えませんが、でもね、言って一番簡単な通りやっぱ取っといた方が。そうです。あ、そうですか。はい、大丈夫かな。いやーね、しょうもないことでやらかしちゃいましたね。もったいない。ん？あれ、これ敵出ない？この中だと。え、2階からでないと無理。あれちょっとめんどくさい。出てから敵が出るようにってことですか。いやーでも怖いな。あれっていうか配置が違うじゃん。もうバックアタック直してないか。まずったな。
チュプノスに逃げたな。はい、どうも、トトリさんいらっしゃい。逃げたんですけど、ね、その分、報復は受けました。やらかしちゃいました。ちょっとやばいかも。これ、もう最初からまたとか嫌なんですけども。でももう今から最初からやり直した方がいいのかな。なんかね、その、キュプノスの塔で回収しなきゃいけなかった鏡の破片を、ちょっと取り逃しちゃったらしいんで、ちょっともうダメかもしんない。やり直すぐらいなら20になるまで上げ直せ。上げ直した方がいいですかね。いや、上げ直せってあれでしょ、最初のとこででしょ、そのね、学校入る前で20にプークスクスやり直せってことですか。25個目さんいらっしゃい。そっちの方が早いんですかね。なんかプスね、僕もしくじったってこと考えるとね、後々多分ね、他の年で多分正直、はい、公約サイト見ていいからやるんらやるで、はい、やり直すならやり直して、そそやり直した方がいいんですかね。いやー結構頑張ってここまでやったんですよね。はい、サボテンさんいらっしゃい。その方がいいのかな。グダグダされてもリスナーが困る。まあそうですけど、どうしたものか。まあその辺の最終判断はそっちに任せる。ねえ、そうですよね、僕が決めなきゃいけないんですけど、ねえ、あとあとのこと考えたら今のうちに。いや今からでもどうだろう。迷いますね。やり直しましょうかね。今ならまだダメージ浅いというか。ただ最初からやり直すタイミング的にここがボーダーラインだぞ。いや最初からじゃないです。だからあのね、その学校入る前のセーブデータ一応まだね残ってますから、うん、最初からじゃないです。多分その学校戻る前のレベル15のデータが確かまだ取ってありますから、やり直した方がいいのかな。ねえ、その学校前から鍛え直したらいいんじゃないですかね。ねえ、多分その20ですか、うん、じゃあやり直ししてもダメージ少ない方だな。レベル15で初期ペルソナだったの。傷は浅い方がいい。浅い方がいいですかね。じゃあやり直した方がいいですかね。リセットします。